今回我々がスポットを当てた人物はこちらの方々です。あ、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。平成28年成人男性というグループでリーダーをやっています。釣り目と言います。副リーダーやってます。メガネです。じゃあ今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ職業と言っていいかわからないんですけど、まあ、僕たちは YouTuber です。まあ、YouTube に動画を上げて、まあ、生計をね立てているんですけども、まあ、大体月にね、2ぐらい2000万円ぐらいですかね、もらってますね。これでも日本2位なんですよ。まだまだ上にはね、上がいるんですよ。まあ1位が確かね、ハジキンって名前だっけ。確かここだけの話ですよ。この人エイリアンらしいんですよ。知らなかったでしょ。俺もほんとつい最近聞いたんだけど、なんかそのエイリアンの力によって合体したらしいんだよね。この噂で噂真に受けないでくださいね。まあ、僕の名前の由来は、まあ、目がつってるからだよね、単純に、うん、で、メガネもそうで、単純にメガネが来てるからメガネって名前で、グループ名は今って28年だよね、平成ほんとね、そのままなんだよね、うん、平成28年だから平成28年成人男性っていうグループ名なんだよ。だからこれ、来年になるとグループ名変わるの、うん、来年の1月1日からは平成29年成人男性っていうグループ名になるの。まあこれはね、2人で話し合って考えたんだけどね、すごいアイディアでしょ。始めたきっかけか、もう今はね引退してしまって YouTube にはね動画が残ってないんですけど、リクンチェルっていう人の動画を見たのがきっかけで、日本でね確かね6位だった人、動画見ますか。あのね、携帯でね、ダウンロードしたんですよ。今日の一言、セブンの店員クソブスだった。全然別の人です。こいつはメガネです。これ以上ちょっと、これ以上は聞かないでください。お願いします。いえいえ、まあこんな感じでね、その日に起きた出来事を一言喋るだけの動画なんですけどね、クソつまらないんですよ。でもね、なぜかみちゃんですよ。わかりますか、この気持ち。わかるわかるわかるよね。でね、それでなんかね、いつだっけな、まあある日なんですけど、今日もって引退しますっていう動画あげたんですよ。あ、それもね、ダウンロードしてあるんで見ますか。最後の一言、俺のアカウントか、欲しけらくれてやるぜ。概要欄にパスワードのヒントを書いておいた。解読してみろ、俺の全てを置いてきた。まあそれで僕がそのパスワードを解読して僕は始めようと思いました。全然構わないですよ。あの1、2分で終わっちゃいますけど、尺足りますかね。飲み物取ってきてちょうだい。ちょっと喉がちょっとねカラカラで、ちょっとあ、ありがとう。んねえ、んちょっと待ってよ。えこれお茶じゃん。前も言ったと思うけど、お茶はダメなの。喉にある油な、洗い流しちゃって声が出にくくなるんだよ。何回も言わせないで、はい、他の持ってきて。すいません、うん、ちょっと別のやつ、はい、水ちょうだい。すいません。はい、じゃあそれでは今から撮影をしようかな。まあ、基本的にメガネがそのカメラをやって、まあ、僕がそのカメラに向かって一言ね言う感じなんですけど、まあ、ここでね、大切なのがあるんですよ。一つだけ、一言だからといって気を抜いちゃダメなんですよ。これその一言に魂を込めるんです。魂です。じゃあメガネちゃん、いつも通りカメラお願い。真正面から、まあ、大体横で撮ってくれれば。難しいね、やっぱり他の人に見られるっていうのは。それではちゃんと見ててくださいね。じゃあやろうか。今日の一言、
ファミマの店員クソブスだった。以上です。ところがですね、あることしちゃったんですよ。はじめ社長の靴下です。